ガチャピン、暑い時に暑いって言わないで。だだ、暑いなもう。ねえスタッフさん、ん、ちょっとさ、ひんやりすることとか探そうよ。ひんやりすること？うん。あ、じゃあ、あの、怖い話とかと。いいよ。あ、いいのね。でも大丈夫？僕の怖いお話、かなり怖いからね。スタッフさんがちびっちゃわないか僕は心配だよ。いや、大丈夫だよ。ほんと？もう本当に怖いんだからね。早く聞かせて。じゃあ行くよ。昔々あるところに、うん、受験生がいました。受験生？急だね。うん。その受験生は大学を受験していました。まあそれは受験生だからね。受験生は頑張って受験勉強をしていました。そしてついに受験当日。展開早いな。受験生は会場に到着してからすごく嫌な予感がしていました。うん。少し早く会場に着いた受験生は筆箱の中を確認したのです。そして思いました。やばいなぁ、やばいなぁ。あれ、あれ、稲川さん、あれ、おかしいぞ。ないなぁ、ないなぁ、あれがないなぁ。消しゴムとか。え？なんと、消しゴムがなかったのです。やっぱり怖いのはここからだよ。やばいなぁ、やばいなぁ、これじゃあ字が消せないなぁ。受験生は売店へ行きました。ところが売店は閉まっている。やばいなぁ、やばいなぁ。本当にやばいね。誰かに借りよう。でも怖いなぁ、怖いなぁ、人呼び尻だからなぁ。知らんわ。そこで受験生は気づいたんです。あれ、なんか変だ、人がいないなぁ。え？教室に戻ると受験生以外誰もいない。先生もいない。やばいなぁ、やばいなぁ、何か起きてるなぁ、怖いなぁ。前置きが長い。受験生はじっくり深呼吸をして受験票を見て気づいてしまいました。試験の日、昨日だ。全然怖くない。え？いやいや、怖いってさ、そういう怖いの話じゃなくて、こうもっとお化け系の話かと思った。お化け系？そうそう、階段ね。ああ、登ったり降りたりするやつね。そっちの階段じゃなくて。まあいいや。あ、じゃあ今度は僕がするね。ママママママでででで、パパ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 パ、もうね、全然怖くない、怖くない、怖くない。まだね、何にも話してないから。あ、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとお待ちなさいな、もう慌てんぼさん。別に、全く怖くないんだけど。あ、そう。じゃあ短いけど怖い話するよ。ガチャピン、動揺しすぎじゃない？ええー、まあいやいや、これはある男の子とそのパパの話なんだけど、男の子は5歳ぐらい、そうだな、ガチャピンと同じぐらいの年齢だよね。あ、そうなんだ、親近感。ちょっと怖がりで、いつも寝る前はパパがそばにいてあげたの。へえー、そうなんだ。でもその夜、男の子はなかなか寝ようとしない。で、パパが聞いたんだよ。今日はいつにも増して怖がってるな、どうしたんだい？すると男の子はこう言った。パパ、ベッドの下に誰かいる気がするんだよ。おおおほほほほほほほパパは言ったの。そんなはずないだろ。でも男の子は、絶対いるよ、パパちょっと見てみてよ。どうしても聞かないもんだから、パパは、怖がりだな、いいよ、見てあげようと言ってベッドの下を覗き込んだ。そしたらパパはぎょっとした。え？ベッドの下にいたんだ。誰が誰が誰が！
手と足を縛られてガムテープを口に貼られていた自分の息子がいたんだ。どういうことだって、私ちって大体ベッドの上にいたってことなんじゃないのね。そう、パパは急いで手を伸ばして口に貼ってあったガムテープを剥がした。すると男の子はこう叫んだんだ。パパ逃げて、僕がもう一人いる。そしてソファーの下にもいる。ソファーの下、ソファーの下だなんて。落ち着いて。嘘だから。作り話。ここ怖くない。めっちゃ飛び上がってたけどね。怖くない。だってもう運動エクササイズだよ。エクササイズ。ほら見て、ほら。なるほどね。ね、ほら。ほらごらん、怖くなかった。まあ僕が怖がったら大したもんですよ。懐かしいなそれ。え、あ、じゃあ最後にもう一個だけ怖い話していい？あ、そうですか、うん、ちょっとお待ちください。いくよ。ちょっとお待ちください。はい、どうぞ。うちの地元には七つ三っていうおまじないみたいなものがあって。七つ三？そう、何でも七つだから七つ三なんだけど、七回同じことが起きると何か不幸なことが起きるって言われてるんだ。どうして？何でもいいんだけどね、水滴の音が七回鳴るとか、うん、チャイムが七回鳴るとか、うん、で、7月に入るとこれ街中で起こるの、うん、変な話でしょ？変だけど、まあ別に怖くはないね。で、話はここからなんだけど、夜12時前くらいにね、友達の家のチャイムが突然鳴ったんだ。そんな夜中に？そう、変だよね、うん、そしてもっと変だったのは、チャイムが7回鳴ったんだって。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン、一定の間隔でピンポーン、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 ちょうど7回で鳴りやんだ。さすがにそのお友達もぎょっとしたらしくて、そーっと玄関を開けてみたらしいんだけど、そこには誰もいなかったんだって。怖くなってきた？いや、全然。だってそんなの誰かのいたずらでしょ。そう、誰でもそう思うよね。でもね、その次の日の夜、ちょっと待とうか。どうして？いや、なんかさ、あのさ、エアコン効きすぎてない？いや、28度だけど。そう、うん、続けていい？うん、続けるね。はい。で、7回チャイムが鳴った次の日、またチャイムが鳴ったの？今度はチャイムじゃなかったの。今度は友達の部屋のドアがコン。初めは家族の誰かだと思ったんだって。友達はドアの向こうに向かって行ったの。今忙しいから後にして。そしたらもう一回コン。友達はだから分かったって。そしたらもう一回コンコン。4回目コン。5回目コン。6回、だんだん友達は青ざめていったんだ。ドアから目を離せずにいた。そしたら最後に少しだけ間が空いてドン。友達はすぐに部屋から飛び出した。でも部屋の外には誰もいなかったんだって。怖かないけど、ビビ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 らせないでよ。ドーン。ガチャピン、ガチャピン、声が大きい、声大きい、声が大きい、僕も大きいけどね、興奮しすぎ、嘘だって、嘘。ガチャピン、落ち着いて。嘘なの？嘘？今さっき思いついた話。よかった。全然怖くないけど、嘘でよかった。もう何よりだよ。お、誰だろう。宅配かな。なんか注文した？うん、してないよ。え？
はい、今でも。今何回目？5回目。ロックですぞ。ロックか。